今回は調味料一つで超簡単たけのこメンマの作り方を紹介します。お手軽に作れてお酒もご飯も進む一品ですよ。それでは作っていきましょう。たけのこは水煮したものを使います。外側の厚い皮を剥いていきます。根元の部分は硬いので切り落とします。このように皮が剥けたら穂先を切り離します。穂先は縦に半分にカットし、そのままスライスします。下の部分も縦に半分にカットします。真ん中のひだの部分を切り離します。あとは食べやすい大きさにスライスします。水 50cc にオイスターソースを大さじ2入れ合わせておきます。オイスターソースはリキッキの商品がおすすめです。材料はたけのこ 200g とこれだけです。温めた鍋にごま油大さじ1を入れます。たけのこを入れ炒めていきます。強火でタケノコの水分を飛ばすようにじっくりと炒めます。鍋の温度が下がるとタケノコの水分が出てしまうので、鍋を振ったりせずに強火でじっくりと炒めます。このぐらいまで水分を飛ばします。そうしたら分量のオイスターソースと水を入れます。そのまま強火で煮詰めていきます。ここでしっかりとタケノコにオイスターソースを染み込ませていきます。水分が少なくなってきたらタケノコにタレを絡めるように混ぜ合わせていきます。水分が蒸発してタケノコとタレがしっかりと絡んだら完成です。皿に盛り付けます。これで調味料一つで超簡単にできるたけのこメンマの出来上がりです。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。たけのこの栄養と効能についても書いています。ブログのリンクは概要欄にあります。
このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。